諸君、当たったな。リットンプラスデルタです。ライラです。スーパーマリオギャラクシー、スーパーマリオギャラクシー、カンダナパート 22, パート22やっていくぞ。うるせえうるせえあんた。はい。おお、トイボックス楽しそう。いくぜ。普通に楽しそうなんだけど、あ、マリオなんて、マリオのなんかブロックで作ったようなやつがあった。多分ムービーでも出るんじゃないかな。ミカクッパ戦う系かな。だね。マリオマリオマリオ、いるいるいる、マリオ。ほんとだね。しかも何ビットあれ。あー、いろいろ通ってる。これは楽しいって。これ楽しいよ絶対。よおいでやす。ここはトイボックス。ああ、おいでやす。乗ってくんじゃない。あ、ピノピオ乗ってる。いちいちうるさい。聞かれるのかなこれ。これじゃない、これ、ね、うん。今キラ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 言ってたのね、最初の時点で。いいね、音楽が。ゴー。いやー、今日は車。あ、ごめん、今取れなかった、取ってなかった。今あった。ギリギリに気づいたけど。あ、これか、メカクッパって。止めれる。オッケー。だ。あ、コインが出るのか。仲間が捕まった。お前らを捕まえる物好きがいるの。そういうこと言わない。とりあえず、キノコと、あ、上行ける。え？は？あ、でもここからだよ。うん。はい、ワンダウン。でもここにキノコがあるから。よし、乗ろう。よいしょ。これは？よ、違うか。わけでもない。うん。あ、おお、危ねえ。なんかロボットみたいなのがあるね、ここに。ね。あれ、なんか、ブリキだぞ。あそこに、あ、ここに行くのかな、もしかしたら最終的に。で、ここじゃなそうだね。あ、なるほど、重力がそうなってるのか、そのエリアは。多分下にちょっとあるかな。よし、で、これはこいつ。わけわかんねえな、こいつがきっと。無駄。こいつがきっと、ああ、そっち行く。よし。ヒップトラップで、もう2体ほどやっつけたよね。ね。で、それができるんじゃない？外して。いた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 。プラスドライバー。あれもう一個あったけどね。あ、上にあったね。うん。もういっちゃう？ヒップトラップ。あ、痛い、多分思いっきり頭打ったんだろうな今。痛いなぁ。ここに痛いぞ。ネジみたいなスピンしとこう。ほら、あー、これだけか。あー、試しね。うん。じゃあ普通に行けばいいのか。なんか広いね。でもこっちもあるよね。メカザワくんだ。こっちは、うん、おお、あ、ここにもある。大丈夫？花粉症にやられたかな。花粉症なんて全然かかったことないんだけどね。そうなの？うん。はいはい。よし。おかしいな。今はちょっと。おかしいな。ピタゴラ感があったら今はなんかちょっと。で、ほっ、ふっ、ふっ、うわー、今のはライラ君がいなかったら死んだから。オッケー、行こう。よし。あ、この中にいるのか。すげえ。あー、よかった。おお、ご到着。楽しいこのステージ。お前は一生そこにいろ。え、これは
先に敵を殲滅しとこう。ザクトーク。あ、何新しい。汚い。バネマリオです。汚いって。どう見たって俺捕まっちゃってるけどね、何かに。囚われてるよね。あー、すげえ取れる。これはいいぞ。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 俺どこの人間だよ。俺どうした一瞬誰か乗り移ったかい。いいぞ。いいぞ。なんでよ。なんでちょっと待って。いいぞ。ちょっとさ、感性聞きすぎなんだよ。いいよ、知らないよこれ。行こう、行こう行こう。じゃん、バカ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 。ジャンプ。あいつ落ちてた。オッケー。なんだ。多分位置が多分合ってないだけ。うん。なるほど。動きずれ。細かい動作としてはちょっと難しいものがあるね。うん。壁にぶつかるとね、こいつ勝手に生き上がるからね。仲はいいのかな、まあいっか。あ、ドカンあるね、入ろう。今のスッて入るのよかった。かっこよかったよね。ちょっとさ、うん、動きずれえんだよ。入った。この格好でここか。あ、でもこれバネ前提の場所じゃない。バネのジャンプじゃないと。あ、上に向くのか、これ。むしろ突き抜ける。うん。マリオに壁なんてない。ちょっと。壊しすぎ。冷静に行きたいんだよ。壊しすぎ。ブロック壊すのが飛びでどうすんだよ。おお、よくなった。なるほど、そういうことね。以上です。こんだけ苦労してこれかよ。いやでも十分でしょ、コンペイトは。コンペイトはありがたいよ。こっちが席なんだね、じゃあ、うん、男ギルートは多分これだよね。大丈夫かな。大丈夫、俺なら大丈夫。 OK、 いよいよ。いや、あいつは無視してる。ほほほほほよし、もういっちゃおう。死んでもらう。いいね。おい。オッケー。いいよ。戻った。あ、これ取ろう。ゴス様。おお。フォークとスプーンだね。だね。とりあえず壊すかこれ。う。いいね、腹から声出てる。これ壊していいじゃない。いや、壊していいと思うよ。よいしょ。フォーク坂道みたいになってるから多分登っていけるんじゃない。多分バネになる必要はあると思う。いけないと思う。無理だね。バネで多分ベイン。そうこんなもん食べるもんじゃねえもん。そういう位置にあるもんね。関係ないぐらいなんかいけそうだよね、なんか普通に。いけたわ。オッケー。さあ乗り込もうじゃないか。いよいよ。よいしょ。お、音楽変わった。いや、押し出されてるこれ。多分これ登れるからネジ。これで分解してくんだよ。なのかな。いや、右足もやっておくか。いく？ほっ！ OK！ おお、いや、ここにあったのか。なるほどね。いけ。で、次か。ホットプレート？ホットプレート？これでここの
パネルを壊して、そうすると奥に行けるんだろうね、きっと。奥っていうか中か、うん、中に敵が1体いる。これが外れて、あっあっつん、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 オッケー、いいよいいよ、ワンダウン。あ、土管があるね。ここに出る、ここか。一応向こうにも土管みたいなのあんだけど、うん、無視しちゃったね。多分なんかあれじゃない、どこか、これそっち行く、行く、ここで戻る。エレベーターあるからねすげえタイミングで戻る先行くかなって思わせて、よいしょ。え、うん、デリシャス。なんだって、あ、なんだって何が、ああ。まあいいや、無理に大したもんじゃないの。お、なんか、なんかいる、なんかいる、決まれた、死ね、たまった、いいぞ、次これか、はい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 、うん、オッケー、よーし、もうちょっとな感じはするね。敵ライトアーム撃破。多分いるんだろうな。上かな？上に行くのかな？じゃあ。おう。戻ってるよ。あ、でもその奥にあったね、今。ね、いるわけではねえと。捕まってんな。よいしょ。ナンギアは。なんか危機感がねえな。届く？届いた。いってー、こいつピンポイントに狙ってきやがった。オッケー、あーでもいるのか、いや、いらないか、この目からいけるか、多分ライラクの力があれば火をつけていこう。うわっ、届いた、いったさ、さあ、いけ、やってしまうんだバネとは何だったのか、あーべーわなくてもいけるわこれいやー、長かったね。解放完了だ。ただし俺は死にそうだ。大きい大きい、助かるわ。やれやないの、大丈夫かな、あかんか、あんたそろそろあかんぞそれよし、取ろう。んオッケー、えい、ゲット、素晴らしい。もう一枚いこう。よっしゃ、結構時間がかかったねちょっとね、デルタ君が油断してたのが悪いね。いやでもステージ自体のボリュームが増えてきたな、あったから単純に結構ゲットした、ね、250ぐらいゲットした294枚、すごい、多いな。じゃあ、うん、もう一個いこう。よっしゃ、普通に1個だけっていうのはねもう一個いこう3つあんのか、ここも行くぜ、行こう。マリオオンマリオ多分あのエリアなんだろうな絶対あそこしかないだろうな、もうオンイズオン、まあまあそうだよねサムネにしとこっか、あれどっちがいい、ロボットとあのマリオか、マリオにしとこ、どっちでもいい。こういう話してる時に限って、うん、全然関係ないサムネになってるんだよね多分なんでお前なんみたいな、あー、あー、ハート型、ちょ、あ、かけらか、
ダイレクトに体で受け止めた、ね、やべえ遊ばれてる体で受け止めたね今受け止めたくて受け止めたんじゃない。死ぬ。俺これ苦手だな。俺こいつ苦手だぞ。いける大丈夫。とりあえず行こう。ナナ君。とりあえず行こう。ナナ君。何？いやよ僕。これジャンプ。よし。早っ、はい、はい、回復しよう回復しよう。あ、そう、行かないんだ。あ、こいつ、はっ倒して。そう。ヘッドスキン、はっ倒される。はっ倒される。あ、ごめん、こっちこっち。オッケー行きよ。よし。よっしゃ。オッケー、復活。はい、行くよ。マリオ、あんたももろくなったね。3つ。かな。よし。お前。おや。足りるわけねえだろ。50個とか要求してくんじゃないの？なんだ。50。あ、あのあれだな。間違いなくあのハート型のあれだな。俺だな。はあ。あれ見つけたら俺ここじゃなかったんだけど。まあいいか。なるほどね。それでもう片方のとこ行くんだ。よいしょ。逆方向。にもう一個ある。ああ。はい。オッケー。取った。おお、ちょうどよかったね。位置的に。お。マリオン。ついたよ。マリオ。言いなさいよ。え、待って待って待ってこれ。これ炎じゃね？ナナ君、行きたくない。行くんだ大丈夫大丈夫、行ける行ける。キャップだ、取ったんだよ。ここ M って形してたな今。あ、あ、え、僕は何も知らないぞ。僕は黄色のとこで落ちたでしょ。あれひっくり返るんだよね。うん、俺何もしてない。すり抜けたぞ。ナナ君。いや、俺のせいなの？違うよ。今のは紛れもなく僕の責任だよ。うん、いや、僕も分かってるよ。そうなの？分かるけど、うん、なんであんな死に方したんだ？ちょ。これね。これな。まあこういうことなんだろうね。さっきね。これな。よく分かったよ僕は、うん。よく分かった。もう同じ手は踏まねえよ。本当に？うん、信じて。信じる。ゲームオーバーになるまでなら信じる。うわっ！うわ！せめてせめてまだある、まだ生きてる。体張りすぎだった今は。もう死ぬぐらいだったら多少の痛みは我慢する。俺はまあな、まあな、死ぬよりかはない。ああ苦渋の決断だったよ今のは。おっしゃ、ゲット。体張りすぎだって今のは。気合張りすぎてんだけど。ふざけんなよ。スターを取るまでが遠足だから、帰るまでが遠足っていうじゃん。これ以上俺を苦しめて何の得があるんだよ。いいもんね、もう黄色とか飲んねえもん。もう黄色飲んねえもん。乗ったわ。ちょっと待ってこれ黄色に行くしかないぞ。ちょっと待ってくれ。ちょっと何してんだ。説明するぞ今の状況。僕は説明するぞ。うん、うん、走って行ったんだ。うん、飛び越そうと思ったんだ。うん、力んだんだ体が。うん、トリガーを押したんだ。うん、ヒップドロップしたんだ。うん、周り落ちたんだ。うん、ああ。なんとするか。今のはもう完全に引き立ててなかったね。今のは、うん、まあ、ミスだね。完全にミスだ。単純なミスだね今のは。今のは普通のミスだね。ここでこんな取られるなんて僕は予想もしてなかったよ。せっかく体張ったのに。ちょ
いやっちゃう。生きてる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 。痛い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 。変わる？いや、ここまでやられたら僕は。やる？やるね。オッケー。頑張るぞ、まだ僕は。え？もう僕は、僕は心が病んできたよ。変わるかい？任せた、すべて任せた。頑張ったよ。頑張った？頑張った。食われるかい僕の手は。食われる。俺が一発でクリアすればいいんでしょ。そうだね、僕はわざわざ遠くから始めてたもんね。何もそこから始める理由なんてないもんな、うん、まあこれは脳筋とインテリの差ですね。そうなの。脳筋とか関係ないと思うんだけど、これに関しては。よっしゃ、一気に行こう。 OK。 はい、素晴らしい。で、相談も変えればいいかね。うん、あと体張るだけだよ。あと体張るだけだね。1、2回張ってかない。そんなことはしないと。うん、しない。安全第一。つまらんやつめ。かなり安全。お疲れさんでございます。かなりではなかったな。見ましたか。これがデルタ君とライラ君の差ですよ。皆さんでも、ね、分かるかい。そこまで難しくないって言ってもクリアできてるもんな、うん、スターは出てるもんな、うん、僕がただ単に難しい方向に行っちゃってただけなの。自分で難しくしてるんだよ多分。だってできてるんだもん、うん、スターは出てるんだもん。だってよし取った、うん、次、はい、次回です。次回見る。ラストだねこれ、うん、から次回でいけそうだねクッパ。そうだな、うん、こんな感じで頑張っていきましょう。というわけでお疲れ様でした。お疲れさん。大丈夫大丈夫。